太陽国にある推薦式公衆便所太陽国の便所では太陽国の便所について述べる。太陽国では便所は古くから使用されてきた。便所の使用者は主に3つの社会階層集団に分けることができる。まず王族、豪族、貴族などの上流階層、次に階律下にある総集団、そして社会の大半を占める庶民階層である。 しかしこの庶民階層は便所を使用せず、それぞれ適宜な場所で排泄をすることが多く見られた。そこで1897年に政府はバンコクと公衆衛生法令を発令し、バンコク市民は便所で排泄するように取り締まりを行った。1917年から1928年の間、タイ政府はアメリカの民間公益団体であるロックフェラー財団から医療、 公衆衛生分野における援助を受けて、地方での便所の建設を進め、設置数を増やしていった。当時はまだ試行錯誤の段階にあり、タイの地域風土に応じて様々な形のトイレが試作された。例えば、便器の蓋の閉め忘れに対応した、分散アート式便所や、腐敗層、浸透層システムを持つ、広範案式便所などである。さらに、 第二次世界大戦後に現代家屋が多く建設されると同時に推薦式便所が設置されるようになった。これが公表となり現在に至るまで推薦式便所が増加してきている。大政府にとっても昔から大の公衆便所は公衆衛生、環境の観点から重要な懸案事項であった。公衆便所は大保健局が管轄しており公衆便所の調査や 基準値の測定を行う。2006年に、大政府は、公衆衛生の発展の上で重要な国際会議となった、ワールドトイルエキスポアンドフォーラム2006のホスト国となり、さらに多くの公衆便所の建設計画を企画している。太陽国では便所に関する規則が数多く取り決められているが、公衆衛生に関する一番初めに制定された法律は、 バンコクと公衆衛生法令である。1997年には1979年には建築物管理法に基づく第39号内務省令、さらに2005年に身体障害者、弱者、高齢者に対応したバリアフリーの衛生設備規則が取り決められた。便所の対応国学シーン版対応辞書による意味は排便排尿するところと呼ばれると記述している。この 便所という言葉は古くからあり、ゲモ王朝であるラッタナ公人王朝以前から用いられている。モンドタイチャイアウィセイトチ大国の便所と衛世期では、便所以下のように小説している。北大語で、スワムは、仏壇もしくは、僧の新庄を指す語である。新庄は特に寺の住職の新庄を指す。さらに東北大やラオスでは、スワムは、娘の寝室もしくは、 神道神父の神室を指す。便所の他の語には、スワム、ホーンスカーウェとト、ターン、シーサブラーン、右門行為の貴族もしくは王族に対しては、クメール語を起源とするホーンコンが用いられる。現在では、一般的にホーンスワムやホーンスカーの語が用いられ、推薦式の便座もしくはしゃがみ込んで用いる便器が置かれている小部屋である。 便乗を意味する一般的なもう一つの語であるスカーはラーマ語政治に設立された公衆衛生局の略語クロムスカーから派生しさらに綴りがに変化してホーンスカーピバーンと呼ばれるようになりさらに短縮されてホーンスカーと呼ばれるようになったとみられるホーンスカーとは公衆衛生の観点から排便排尿のために建てられた部屋を意味し当時 公衆衛生局が、王都の衛生環境の整備と、貿易を担当していたことから名付けられたのである。便所の使用に関連する証拠としては、スコータイ時代から、人々は、排便を処理する方法を確立しており、歴史的な証拠として、便器の存在が認められている。スコータイ式便器と呼ばれている。この便器は、石製で、尿を受ける溝と中央に瓶を落とす穴が開いている。 周期がひどくならないようにするために尿と便はそれぞれに分けて回収された。特に王や豪族といった地位の高い人々が特権的に住居の中に便所を建設するようになり、次第にタイの便所が発展していった。平民は部屋を均一に仕切っており、おそらくは便所を設置していなかったとみられる。さらに便所に関しては特別な故障があり、ティロンバンカンもしくはホーン,バンコンと呼ばれた。 特に王族の瓶をバンコンと言い、王族は排便の際には容器の中に排泄し、その住者が廃棄する。この瓶を捨てる場所のことをサタンティコーンスワムもしくはサタンティプラバンコンと言い、便所は匂いを防ぐために宮殿から離れた場所に建設された。ナーラー・ヨーチオのフランス外交官。 シモンドラルベールによる1688年の記録に以下のような便所の記述がある。サヤーム王国において栄誉ある責務の一つと考えられていることに、国王陛下の瓶壺の処理の役名を拝命することがある。瓶壺の中の瓶は取り決められた場所で廃棄され、その場所には誰も入ってこないように衛兵によって厳重に警備されている。これは魔術に関わっており、 サヤームの人々は肉体から生じる排泄物を樹物として用いることができると考えているためである。総集団であるソーガに関しても、すでに率によって便所の設置が取り決められており、ウェートもしくはウェートクティーと言われる。この便所はレンガや石で作られ、さらに崩れないように補強材として木材が使われていた。便器の中央には瓶を落とす穴があり、さらに石、 レンガや木の板で作られた蓋がある。便所によっては、四方を壁に囲まれた小部屋の形をとっていた。さらに一般的な平民は、排泄をすることを、野良へ行く、私はへ行く、森へ行くと表現した。このことから、平民は、一般的に個人の民家の中に、排泄のための特別な施設を持っていなかったことが、わかるだろう。平民は、延べ、森、川べ、 森の中で排泄をしたのである。森の近くの村では便意を催すと森に入り、排泄のために適切な場所を探した。平野の村では、村の田畑の中にある林や茂みを排便の場所に選ばねばならなかったのであるが、排便の邪魔をしないように木の棒を持って豚を追い払いながら排便をした。水辺の近くにある村では、私はや川辺で排泄をして、排泄後水に流した。 王朝年代記によると、ラーマ一世の知性の王の便所に関する記述があり、いつも便所を探して降りられたのであるが、今日の大宮殿はそうではなかった。黎名まではまだかなり時間があり、あたりはまだ薄暗い。ようやく大宮殿の裏手の便所にたどり着いた。と書かれている。便所に行くために宮殿から出ることはかなり危険であった。さらに、王の殺害をもくろむ。 暗殺者が現れたこともあり、より安全なものにするために、便所は大王宮内に設置すべきものとされた。ラーマ2世一世において、サムットソンクラーム兼アムパワー軍の王の便所は、密閉された四角の箱と椅子を組み合わせた形をしており、木製であった。便所上部に排泄をするための穴が開いており、内部は中空になっており、内部に入れてある便器や、 大きなバナナの葉の容器を取るために、どちらの側からも開けることができる。掃除の際には、従者がこの容器を取り出して、容器ごと水の中に投げ捨てる。これによりこの王の便所は、掃除が簡単にできるのである。この王宮における便所の位置は、雑誌、大族に収録されたジュンラダープーミノットが記した王宮の便所から推測できる。この文章の中には、 未だ王宮の便所について書かれた本に見たことは一度もない。人々の間で語り継がれてきたことによると、玉座の裏に小さな部屋があり、王はそちらで排泄をしていた。この小部屋は、浴室の近くに作られていたという、と記されている。排泄後の物は、従者が処理をする。王の排泄物の入った便器は、 非常に価値あるもので作られていたので、持ち出してしまうと問題が起きる恐れがあった。そこで、従者は1日3枚、バナナの葉で作った容器を作っておき、王が排泄された後にこの容器に移し替え、川に流した。時代が下ると、王の便所の便器の特徴と材質が変わっていった。西洋文化が移入されると、金、金メッキなどが用いられていた便器が悠々陶器に変わり、 排泄壺は、受け口が広く、取っ手がついたものになった。様々な夕食夕陶器が使用され、消化弁門など様々なデザインも施されたのではないかと考えられている。領主の中には、洗面や手洗いのための器を命じて作るものも、出てきた。ラーマ5世の地世には、ヨーロッパ式のドゥシット宮殿が作られ、ハイタイク式水洗便所が導入された。 ラーマ4世とラーマ5世の知世になると、バンコクの人口が増加し、経済発展が進むと、西洋の文化も、また急速に需要されていた。しかし、当時、庶民にとって、まだ個人の住居敷地に便所を建設することは、好まれず、便所は普及していなかった。廃便は、路地や大通りの脇、寺の壁の脇、水路の岸辺などで済ませていたため、至るところに、 糞尿の山が散らばり目も当てられない状況となり、強い匂いを放ち、伝染病の原因ともなっていった。さらに、僧院の便所は寺の敷地に中にあったが、瓶は水に流したり、地面にばらまいて、捨てたりしていたので、動物が砂取りに来たり、ゴキブリが集ってしまっていた。そこで、ラーマ五世の治世後期、百九十七年、公衆衛生局が設立され、同年に、 初めて公衆便所の建設を開始した。この便所は、ウェイトサーターラナと呼ばれた。公衆便所はさらに建設が進められ、カクタムボンバンコク都内で設置された。さらに時を同じくして1897年政府によって、バンコクと公衆衛生法令を交付し、バンコク都民に配便は、便所で行うように規則を課した。さらに政府では、同法令、8条2項に、 すべての人民のために便所を建設に取り組むことを掲げ、衛生局に便所建設に取り組ませた。衛生局が建設した公衆便所は5から6室に仕切られており、主要な通り脇で多くの人々で賑わう商業区域であるジャルーンクルン通り、バムルンムアン通り、フアンナコーン通りなどに建設された。また、寺院の近くの集落にも建設され、 ワット・ボーロ・ムタート門前界隈、ワット・カムローイ門前界隈、ワット・マハンム海に設置された。さらに寺の敷地の中に建設されることもあり、ワット・ボーアオニウェート・イハンやワット・ラー・チャブラナでは敷地内に設置された。この他にも、両主の宮殿や刑務所や病院といった公共機関の近くに建設された。最初期の公衆便所は、便器式便所であった。 縦屋を持ち、内部には、かがんで排便をするために穴を開けた木製の便器が設置され、下部には瓶を受ける容器が設置されている。瓶は許可証を与えた清掃会社が、毎日の回収と搬出、便器の交換に責任を持っていた。政府は、都市部では、便器式便所、農村部で、穴式便所の公衆便所を作ることで国民の排泄行為を変革する政策を立て、 さらに都市の人々に便所の使い方とその重要性を理解させるために規則、罰則を定めた法律を制定した。その会があり、法律の施行からおよそ10年も経つと、個人宅にもトイレを建設する人々が出始めた。1917年から1928年までの間、アメリカのロックフェラー財団が医療、公衆衛生分野の援助のために、 タイで活動を行った。財団は伝染病の予防のために各地で便所の建設を進め、設置数を増やしていった。続いて、タイ人もまた、タイの地域風土に応じて様々な形の便所を発明し、設置していった。例えば、排泄口の蓋の閉め忘れに対応した、分散アート式便所や、腐敗層、浸透層システムを持つ、広範式便所などである。 こういった古いタイプの便所は、ゴキブリや悪臭の発生に対処するために作られたが、この技術はさらに節水、安価な建設費、容易に建設が可能など多くの利点があった。後半式便所は、穴式便所にとって変わって普及し、現在なお利用されている。1932年立憲革命の後に、プレイク・ピブンソン・クラームが首相になると政府は、国民と排便と入浴といった。 公衆衛生に関する政策の強化を政策に掲げ、衛生関連を植え付けるために児童学習教材を制作した。太陽国にハイタンク式水泉弁所が最初に普及したのは1917年から1947年頃であり、宮殿や教育を受けたり、海外で暮らしたりした者の,のいる所得の高い家でまず導入された。しかしまだ庶民には普及していなかった。 次に、一般家庭に水仙トイレの設置が増えるのは、第二次世界大戦後であり、新しい近代的家屋の建設が行われるようになって、水仙便所が好まれ、次第に設置が進んでいった。大政府においても国民に水仙便所もしくは、広範式便所の設置を行い、家庭内で使用することを推奨し、1942年頃から積極的に普及させていった。 さらに1960年には、米国の団体アソムの支援を受けて政府が、地方衛生衛生改善計画を開始したこの計画では特に便所の建設と国民の便所使用への意識改革が重要な事業になった。第7次公衆衛生計画において、衛生局は、便所の様式を、今まで使用されてきた、浸透層便所から、腐敗層便所へ変更することを推奨している。 公衆衛生基準によると、浸透層はレンガもしくはコンクリート管を地面に埋設して作り、液体が地面に浸透できるようになっている。固形の汚物は層下部に溜まり、分解されて養分となり、さらに便所から液体物と一緒に地面に浸透していくことで、地面に還元される。水の浸透を利用するために、この種の便所は、浸透式便所と呼ばれている。他方、 腐敗式便所は汚物を溜める層を地下に埋設し、固形と液体の汚物を分離させながら、生分解を起こさせる。この間、腐敗層内の物質和層の外環境との間で、浸透が起こらないように保護される。下水和層の中に溜められ、固形汚物の沈殿、一連の分解過程が終了した、後、浄化された下水のみを管を使って、外観境へ放出する。 タイ国家統計局のデータによると2007年の一般世帯内の便所使用に関する調査で調査全世帯の87.3%で新闘争便所が利用され8.5%がハイタイク式推薦便所その他が4.2%という結果になっている穴式便所はタイ人が使用した最初期の便所であるこの便所は地面に瓶穴を掘るが 乾燥地でも、湿地でも構わず、穴の形状も、円形でも、方形でも構わない。さらに、穴を覆うように縦屋を建てる。さらに木の板2枚を瓶穴の上に掛けてあることもあり、これによってその上でしゃがみ込めるようにしてある。排便できるようにするために板の間は隙間を開けて、敷かれており、使用後に木の板で蓋をする。便所の設置場所は、悪臭を避けるために、 住宅地から離れた場所が選ばれることが多い。そして、瓶穴が一杯になると埋め戻され、新しい場所に瓶穴が掘られた。公衆衛生局の推奨する適正な穴式便所の設置法によるのであれば、便所には瓶穴を塞ぐ蓋と換気をするための管が必要である。この管は竹で作られることもあるが、その際には節を抜いて環状にする。この管を、 便所の地面に突き刺し、層から周期を抜く。タイ人は古来からこのような穴式便所を作ってきたが、ラーマ6世以頃に顕著に穴式便所が作られ、この頃に政府が人民の便所として設置に取り組み始め、1897年から公共衛生局は穴式便所と便器式便所の普及を進めた。便器式便所は穴式便所と同様の特徴を持つが、 穴の中に瓶を受ける壺が備えられている。瓶は用意された壺に排泄された後に捨てられる。多くの場合、瓶は毎日集められ、捨てられる。バンコクで初の清掃会社サーート社は、1897年に創設され、バーンクンパーンを拠点に排泄物の回収運搬を行った。サーート社は20年にわたり、事業を行ったが、その後事業を、 オーンウェーン社に事業を売却。オーンウェーン社が、バンコク市内最大の排泄物回収企業となり、公衆衛生局やバンコク市民から排泄物の回収権を獲得していった。便器の処理価格は、便器1個あたり平均して1バーツ、または月6サルーン。便器の利用は義務ではなく、この便器方式を利用したくない人は、公衆便所を利用することもできた。 一度瓶壺を買うと顧客はサービスを利用することができ、毎晩深夜になると、清掃会社は2頭の牛を使って、四方が、途端板でぴったりと閉じられた。回収容器を積んだ荷車を引いて回収した。車1台にはおよそ30から40壺分を積むことができ、事務所で新しい回収容器と交換する。便器式便所は、維持や伝染病の予防に、 手間のかかる便所であったので、あまり国民に普及することはなかった。ブンサート式便所は、1932年、アユタヤ県、タールア軍の公衆衛生局調査官であった院、ブンサートによって発明された便所である。この便所は特殊な特徴を持った蓋付き穴式便所であり、下のようなものを扉に接続して使う。便所に入ってきた人がこの閉じ蓋のように使われている。 下を扉にはめ込むと、扉の外で蓋が立っているのが見える。そうすると、外にいる人は、便所が使用されていることがわかる。排便が終わると、蓋を元に閉め戻しておかなければ、便所の扉を開き、外に出ることができない。これの便所により、便所の蓋の閉め忘れを防ぐことができるという利点がある。後半式便所の考案者は、プラヤーナコーンプララームで、 モントン・ピサヌロークの元長官であり、1924年にはスワンカ・ローク県とウッタラディット県の県知事の就任した。当時政府はロックフェラー財団と協力して、夕張常駐症撲滅計画と国民に便所の使用を促すキャンペーンを行っていた。穴式便所と便器式便所は悪臭や害虫の発生を防ぐには良い構造とは言えなかったため、 プラヤーナコーンプララームは数多くの新型便所を考案した。その中からついに後半式便所が試作された。この便所は排泄物を下方の層に落とすようになっており、排泄物を落とす円管は上に向かって円曲しており、円曲部に水をため、栓することができる。この便所では水を使って排泄物を流し、地面の元に埋設してある層に流し込む。また外注は、 導管の遠極部の水で遮られて、下の層に達することはできない。下部の層の中の排泄物と水は地面中に浸透していってしまうためにこの便所は浸透式便所と呼ばれる。初期の頃の浸透式便所の構造は排泄物を直接地面に浸透させる方式を取ったために病気が伝染する可能性があるという欠点があった。そこで浸透層の構造を改良し、 まず層をコンクリートで作り、さらに層を2室もしくはそれ以上に分けて、その中に排泄物を通すことで、バクテリアによる腐敗を流す腐敗層を設置し、その腐敗層を通ったお水を浸透層に通し、浸透させる構造になった。この構造によって、完全ではないものの初期の浸透式便所よりも安全性が高まった。後半型便器と腐敗。 新透層式構造を持つ便所は、穴式便所や便器式便所にとって変わるようになり、より清潔、快適、そして安価な便所として普及し、現在なお使用されている。現代の水仙便所この水仙式便所の題名、チャッククロークはかなりややこしい言葉の重なりでできている。チャックは、引っ張ること、クロークは、ゴート、水の流れる音を意味する。 これは特に昔の水泉式便所の水槽は高所に置かれており、使用後にレバーを引いて水を流し落とす方式を用いていた。水音が大きかったため、引っ張るとごと水音の響く便所の名が定着してしまったものである。近代的な水泉式便所は、イギリス貴族ジョン・ハリントンが1596年に発明したと言われている。水のタンクを高所に設置し、 紐を引くと勢いよく水が流れ管を通して排泄物を貯留層に押し流す構造であった。続いて1775年、アレクサンダー・カミングスが水泉式便所を改良し、腐敗層に落とすために下部に設けられた管を U 字型に曲げ、耐水できるようにしたことで、現在の水泉トイレのように悪臭が戻って来ないように改善した。太陽国のしゃがみ込み式水泉便所は、 第二次世界大戦後に普及した。当時の水泉式便所の水槽は、ハイタイプ式で便所の高いところに設置してあった。排泄物は、水で浄化層に流され、貯められる。現代の水泉式便所は、ホルムの美しいもの、節水などテクノロジーを利用したもの、高品質の洗浄システムで、水音の静かなもの、自動装置を備えたものなど様々な様式のものが、作られている。 公衆便所とは公共の場にある便所、もしくは一般的な人々が排便に使えるように失らえられた場所のことである。昔から便所は太陽国の公衆衛生や環境の観点から重要な場所であり、太保健局が公衆便所の管轄機関となっている。2004年保健局は太陽国内で1100カ所の公衆便所を調査し、 20件で5786人が清潔な、便所や十分な施設がないとして、公衆便所のみを使用している。公衆便所の76%が男女別の便所。身体障害者用公衆便所は総数の10%。衛生的もしくは中程度の便所は58.9%。不衛生な便所は19.5%である。 また34%の公衆便所で悪臭があり、83.6%の人が水に濡れた便座の上で腰を浮かせながら用を足している。また22.1%の人が便座の上に土足で乗ったり、便座を上げた上で便器の縁に乗ったりして用を足している。さらに6.5%の人が便所を使用した後に手を洗っていないとの結果が出ている。 推計によると2006年の対応国の公衆便所は、ノンタブリー県、ロップリー県、チョンブリー県、ラーチャブリー県、ナコーンラーチャシーマー県、コーン県県、カムペーンペット県など12県に6149箇所以上設置されているとみられる。2006年3月時点で基準に達していない便所は5993箇所、90%で、 衛生項目に問題があり、多くはゴミ箱の蓋が閉まらない、トイレットペーパーもしくは洗浄用ホースがない、手洗い用の石鹸がないなどの項目である。アクセシビリティ項目においては76%で問題があり、多くは身体障害者、高齢者、妊婦に配慮した便所がないなどの項目である。安全項目においては69%に問題があり、男女に分かれていない。 乾燥していない土地に立っている、人目につかないところにあるなどの問題がある。2009年保健証は、衛生項目、アクセシビリティ項目、安全項目の基準に達している、対応国内の公衆便所は40.37%で、ある。基準に達した公衆便所の割合は、デパート88.52%、病院8 3 2 1 道路脇67.02%、観光地62.91%、公園60.06%、市場48.6%、公共施設47.28%、学校44.45%、ガソリンスタンド44.07%、バスステーション41.4%、レストラン36.15%、寺院11.75%、 太陽国の公衆便所はまだ身体障害者に対する配慮が十分と言えず、保健局によると2004年20件1100カ所の便所を調査したうちで、障害者用の便所は10%に過ぎず、公共施設、公共交通機関、ホテル、公園、レストラン、スポーツ競技場、娯楽施設、観光地など、公共の土地などにわずかに設置されているだけである。 さらにその数少ない便所の多くは身体障害者用の便所があっても鍵がかかっていたり掃除用具置き場になっていたりして使用できなくなっていることも多い。そこで保健省では各所に身体障害者の便所を設けるように啓蒙普及活動を進めている。2005年保健省と大国会議展示会事務局は太陽国の公衆便所を 普及開発するための基本計画を策定した。その中で、学校、病院、宗教施設、公園、ガソリンスタンド、市場など11種類の目標地域を定め、衛生、アクセシビリティ、安全の3点を、はず評価基準として定め、改善していく計画が実行された。2006年太陽国は、第2回世界トイレ会議の主催国となった。 この会議は2006年11月16から18日の期間にインパクトムアントオンターニーのインパクトアリーナで開催され、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、香港、中国、インドネシア、オーストラリア、インド、シンガポール、ベトナムなど世界19カ国、地域の代表が参加した。会議は公衆便所の発展に関する問題解決の 糸口を討議するために行われた。さらに、太陽国における便所の展示紹介や様々な新型便所が紹介も行われた。この会議を通して、トイレ関係者は改めて公衆便所の改善の必要性を確認した。さらに保健局では公衆便所に関する様々な事業を行っている。例えば、公衆便所監視計画はボランティア参加型の 計画であり、市民の代表が注意、管理、巡回監視したり、公衆便所が基準に達するような解決の糸口を保健局に提案したり、実施したりする。また保健局の公式計画として、2006から2009年、対公衆便所開発計画が策定されており、3つの大きな柱として、衛生、アクセシビリティ、安全の改善を定めている。この計画には、 内務省地方行政局、天然資源環境省国立公園、野生動物、植物局、石油企業が名を連ね、参加している。太陽国では便所に関する多くの規則が取り決められているが、すべて便所に関する法律に明記された条項に基づいている。まず、大国内法律における便所、お物の管理に関する条項は、 伝染病の発生の事態に対応することから始まり、1897年、万国と公衆衛生法令が制定された。これは、万国の公衆衛生を規定したタイで最初の法令であり、伝染病の防除と市民の便所、排便処理の規制を定めた。1926年には、死症消因児によって、すべてのモントンに対して排泄物処理の実施と、 川沿いの便所の撤去に関する衛生管理命令を行った。1934年には公衆衛生法が発布。1937年に排泄物、大皮化管理法が制定された。さらに1941年に公衆衛生法が改正され、便所の設置、便所設置禁止地域、便所の衛生管理に関する規定条項が加えられた。 さらに継続して修正が加えられる中で1937年排泄物、対比化管理法と1941年、公衆衛生法を廃止、1992年公衆衛生法を発布して、現在に至っている。この他に、1979年、建築物管理法に基づく、1994年、第39号内務省令では、 建物の管理品質基準の一つとして、建築物別の便所と便器の数を規定している。2005年身体障害者、虚弱者、知能障害者に対する、建物内での利便性についての規定に関する、省令では、以下のように規定している。適用される施設は、病院、病院施設、福祉施設、保健所、観光庁、公的事業、法定公機関の施設、 教育施設、政府図書館、博物館施設、公共交通機関施設。300平方メートル以上の一般市民にサービスを提供する施設、劇場、ホテル、会議場、スポーツ競技場、ショッピングセンター、デパートなど。それ以外の2000平方メートル以上の一般市民にサービスを提供する施設。以上の施設では、身体障害者、虚弱者、 精神障害者用の便所を便所ごとに少なくとも一室設置しなくてはいけない。さらに、法律の条項では、身体障害者用の便所について、細かい取り決めがなされている。タイ人のトイレ仕様の文化はもともと昔から、しゃがみ込んで用を足していた。この形態は消化しやすく、繊維の長い食品を食べがちな、タイ人の食慣習から、排泄に長い時間をかけずともよく、 足が痺れることもないために適している。しかし、消化するのに、時間のかかるものを食べがちな食習慣を持つ、西洋人にとって、しゃがみ込み式の排泄様式は不便であり、椅子式の便座に座って用を足さなくてはいけない。現在生活様式が西洋化しており、タイでもしゃがみ込み式便器が少なくなってきている。 便座式水仙便所は、都市農村ともに設置箇所が増えてきている。しかし、タイ人は、昔からのしゃがみ込み式の排泄様式に、慣れているために調査によると22%の人が、水仙式便所の座椅子の上に、足で乗り、しゃがみ込んで使用しているという。公衆便所での空室の待ち方は、タイでは個室ごとに列を作ってますが、ヨーロッパ、アメリカ、日本および多くの国々では、 入り口に列を一列のみ作り、空室ができると、はじめに列に並んだ人から、それぞれの空いた個室に入る方式をとる。このような待機方法は、利点が多く、時間がかからず、また先着選手の原則に従って構成に順番を回すことができる。タイの慣用句の中には便所に関するものがあり、当てつけた多くの隠された意味を含んでいる。古い慣用句には、 便所七つ分の糞であるというものがある。これは、この上もなく嫌だという意味である。キーは、糞もしくは、糞のように嫌われるものであり、ベッドは、便所のことである。わずかな糞であっても嫌われるのに、もし便所七つ分の糞があるのならば、この上もなく嫌なものになるのである。便所は、嫌なものを隠輸する。別の慣用句によると、娘について、便所で比喩すること技があり。 娘がいることは、家の前に便所があるようなものというものがある。便所は悪臭を発するものであるが、家の前にあると家の主人に悪臭を流し続けてしまう。これを家にいる娘にかけて、よく面倒を見ておかずうっかりしていると、両親に恥をかかせてしまうことがあることを述べている。例えば父親のいない子供を見守ったり、結婚前に子供を見もったりしてしまうようなことは、 昔はひどく品のないこととされたのである。文学における便所は、小説から歌詞まで様々に語られる。小説である、くんちゃん、くんぺん物語では二章において便所について語られる箇所があり、くんちゃんがくんぺんに対する残言をし、パンはさ、王への無本の罪を着せた。その基礎事実の一つが、徒党を組み、王族でもないのに厚かましくも、 住居の中に便所を建設したことである。昔、平民が住居の中に便所を作ることは身分、不相応なこととみなされたのである。もう一つは、ワントーンが、クンペーンと縁を切ろうと思い立った章である。これは、ワントーンが愛した夫を思い、知事に心の乱れるヒロインとして、苛立ちと共に思いの丈を表明し、クンペーンとの生活の痕跡を家から消そうと、 大掃除をするシーンである。雑誌、大族に収録されたジュンラダープーミノットのシーサムラーンにも以下のように記述されている。便所とは穴式便所であり、家屋の外に作られる。便所穴がいっぱいになると、土で埋め返した後に新しい穴を掘る。クンペーンの便所は、結婚してから夫婦として一緒に生活をし、一年越しで選手として戦場に、 おもくまで排泄をしてきた便所である。そして浮気をした訓平園のお物もまた長い間そこに貯められてきたのである。お物が便所の下の土と同じようになると準備が完了する。ワントーンは言ってないかもしれないが、人にお金で頼んでやってもらったのだろう。土を掘って、お物を新たに混ぜ返し、新しい土で埋め、匂いの古い痕跡を消す。そうすることで、お物はなくなったが、 夫のお仏の匂いだけが、ワントーンの花と家に不吉なものとして、漂うのである。ポップカルチャーの中にも、便所に関係する歌詞を書いている、作詞家がいる。便所の滑稽さを強調して歌っている曲では、チャイラットティアップティアン、便所はどっちにあるのがあり、この曲は1971年の映画、迷い時期の挿入歌である。この曲の原曲の作者は、ピアポン・エーノック群で、 友人グループと歌っていたが、パイロート監督がこれを採用し、チャイラットが新曲を作成した。もう一つの曲の歌詞に中に便所が出てくるのは、トイレを貸してである。この曲も、また映画、ゴーストステーションの挿入歌。映画の主演は、セーナーホーイ・クリアティサック・ウドムナート・トプーン・ナー・コーン。曲は、セーナーホーイがメインボーカルであり、ラップ部分は、ダージムが歌い。 プーナーコーンも副ボーカルとして参加している。歌の内容は性の権利について述べたものであり、男性の芸が公衆便所に入る時の問題を訴えたものであるが、ユーモアを交えて歌っている。ありがとうございます。